国の白峰の御座木というところ、今はその近所に五色台というね、景色のいいところがありまして、みんなそっちへ行ってしまいますが、白峰の御座木は今でも大変寂しい御寮であります。そこへ行ってあげなくてはお気の毒よね。これが白峰の御座木。なんとなく寂しいところですね、白峰の御座木。昔はもっと寂しかったところ。こういう御寮のところへ、西行法師は行きまして、松山の波に流れて越し船のやがて虚しくなりに行けるかなという歌です。野沢の井戸という清水につけたんですね、死骸は。そして、曹操の指示を仰いだという言葉が書かれていますけども、まあそういうことがあったと。それから鳥羽法皇様がお亡くなりになりましたのが保元元年でありまして、その時西行39歳、たまたま高野山から降りてまいりまして、鳥羽法皇様の葬儀の列に加わりました。そして、葬儀に参列した人が全部家に帰った後も、この人はお墓のそばに、夜通し座りまして、お経を読んだ。そして歌を一つ作った。今宵こそ思い知らるで朝からぬ、君にちぎりのあるみなりけり。今宵こそ思い知らるで朝からぬ、君にちぎりのあるみなりけり。私はね、前に本を書きましたときに、確かにこの方は鳥羽法皇様はですね、西行法師を非常に可愛がった人であります。で、西行法師と徳大寺実吉の二人だけを連れて、自分がやがてそこへ入るお寺を見聞に行かれたということが書いてある。法皇様が家来を二人しか連れないで、そのお寺へ行くということは全く異例でありまして、それを読むと西行法師が歌の上でですね、この法皇様に大事にされていたということがわかる。しかしですね、しかしもし西行の心を動かしており、西行の一生を決定したのが体験門院彰子であるとしますと、その体験門院彰子に対して、彰子を深く愛しておりながら、李福門院徳子に生まれた赤ちゃんを天皇様にして、それによって崇徳上皇は乱を起こし、そして四国で死に、死骸は野沢の井戸につけられたと考えますとね、そうすると西行法師の心の中はあまり穏やかではなかったと思いますね。だとすると最後にこの真夜中にあなたのそばに自しておるものは私一人、今宵こそ思い知らるれという言葉はね、かつて私は自分に対して言う言葉だと返しておりました。しかしこれは相手に向かって言える言葉でもありますね。今宵こそ思い知らるれ、それは西行法師に聞いてみなくては分かりませんけども、それ聞けばもちろん、鳥羽法皇様に対してそういう言葉を、かけるわけはないというかもしれないけども、一番腹の底に何が動いていたかって言ったら、今宵こそあなた様よくお分かりでございましょうと言えないことはないですね。今宵こそ思い知らず、朝からの君にちぎりのあるみなりけりって、これ君というのはこれは誰にでも通用する言葉でありますからね。私西行はあなた様に、大変悲しい目に遭わされた体験門院彰子並びに崇徳上皇様に朝からぬちぎりのあるみでございます、その私だけが今あなたの冥福を祈ってここで度胸しております。自分が冷たくした人に、朝からのちぎりのある人にお経を読んでもらうということは、その人にとってはそんななんていうかね、ありがたいことであるかどうかちょっと、これは疑問ですね。じゃあ
い歌ですね、この歌。最初読みました時はね、そんな恐ろしい歌だと思わなかったけども、ちょっとこう恐ろしくなってきたと思って、この恐ろしくなってきたのはですね、美福門院徳氏という人が、永暦元年12月4日にお亡くなりになりました。そして、このお骨がですね、高野山に登ってきた、この高野山のお寺が、私どもがいつも高野山結集をいたします三宝院の真ん前にある不動院というお寺でありまして、そのお寺上がったところにこの方の御ささぎがあります。可愛らしい綺麗な御ささぎです。この方のお骨を これですよ、この小さいですね、これが美福門院徳氏のお墓。この人のお墓が、お骨がですね、高野山に登ってきた時に、雪が降った。今日や君、覆う五つの雲晴れて、心の月を磨き水らんと太陽星は歌を詠んだ。今日や君、覆う五つの雲晴れて、五つの雲というのは、五章ということでありまして、なんだかだんだんものすごくなりますが、この五つの触りというのは、意見が二つございまして、私が採用しているのは、信玄本の中にですね、五大信言音と五つある。この五つを五章という。五というのは信ずべきものが信じられないのを五という。大というのは最初の初々しさをなくしたのを大という。女の人、最初にお嫁に来た時は大変初々しいけど、次の日から変わるなんて人もあるし、3年経つとガラリと変わるという人もあるし、10年経つとほとんど変わるというしねえ、そういうの大って言うんです。怠けるって言うんじゃないんですよね。最初の初々しさをなくしてしまうこと。信、憎む。言、死ぬまで恨む。恩、死んでからも恨む。これを女性の五つの触りという。お経にそう書いてあるんです。私言うんじゃありません。その五章の雲が晴れて、今日や君、覆う五つの雲晴れてって言うから、西行法師はこの美しい美福門院徳氏様は死ぬまではこの五つの触りに包まれていたと考えていたんですね。心の月を磨きいずらん、今日からは心の月を磨き出されることでありましょうって。これは随分はっきりした歌ですね。美福門院徳氏の霊をお慰め参らせるなんていう歌ではちょっとないですね。これはこれじゃちょっと化けて出そうな感じだよね。この美福門院徳様がお骨を持ってきた人はですね、この徳氏の弟の入道時光という人です。この時お供した人が二人おりまして、お供が大変なお供がついてきた藤原の高信という人、これは、この時代の肖像画家としては日本一と言われた人、藤原の高信がついてきた。もう一人、藤原の成光という人がついてきまして、この人は蹴鞠の神様と言われた人です。その二人がついてきた。2年後にこの蹴鞠の神様である成道が死にました。この時の西行の歌は、雪散らん今日の別れを思うにも、さらに嘆きや添う心地すると読みます。雪散らん今日の別れを思うにも、さらに嘆きや添う心地する。こちらの方は心が行き届いている。美福門院徳氏様に対する歌は心が行き届かんというのではない。これ行き届きすぎている。はっきり言ってますよね。だとすると、やっぱり西行法師という人は、この朝からの君にちぎりのあるになりけりというのは、鳥羽法皇様というよりも、大賢門院尚氏並びに、崇徳上皇様というふうに考えた方が、歌としては面白いし、すさまじいですね。西行にはそういう凄まじいとこがあったみたいですね。それが晩年になると亡くなっていくんですね。それを野坂さんは逃げ切ったと言ってるんじゃないでしょうかね。そういうその執念というか、執念深さというものは一生続くものである。で、旅をすればするほどそれが深くなるにもかかわらず、ついに西行は最後に逃げ切ったというわけだ。大賢門院尚氏がお亡くなりになりました時の西行法師の歌、
捨し折りの心をさらに改めて見る世の人に別れ果てなんて。弘治元年2月26日に体験門院が落職遊ばされた時、西行は25歳。それから3年後、久安元年8月22日に体験門院彰子が45歳で死にました。その時西行は28歳。45歳でお亡くなりになったんですね、この美女は。その時の彼の歌、捨てし折りの心をさらに改めて見る世の人に別れ果てなん。改めて見るというのと見る世と、かかっているわけですが、世を捨てた折りの心をさらに改めて見る世の人に別れ果てなんで、西行が世の中を捨てたその時の心、それを改めて見る、その捨てた心の原因になった人はどなたか、そのどなたかに、別れ果てなんで、もはや別れ果てて二度とお会い申すことはないと言ってます。涙のみかき下さるる旅なりや、さやかに見よと月はすめども、爽やかにご覧なさいとあの方はおっしゃるであろうけれども、涙のみかき下される旅が続くことよと書いてある。まあこういう人だったんだろうと私は思うんですね、西行法師という人は。そして69歳の年に、また平泉へ出ていく。西行法師の一番最初の旅、その旅は自分の心の中にあるその人のことを思いながらする旅でありまして、それは陸奥国への旅であったわけ。それは西行30歳の年であったわけ。それから39年経ちまして、69歳、また陸奥国へ西行は出かけていく。この時彼は39年前に自分がした旅をしみじみ思い出していたでしょうね。もちろんこの時の旅は、平家が焼きました奈良の東大寺を再建する正元上人という人に頼まれまして、大仏に塗る金をもらいに行ったんです。その当時大仏様に塗る金をですね、そのおびただしい金を持っているのは日本でただ一人、藤原の秀衡だったわけです。藤原の秀衡は借金を持っている王様でありますから、そこへ大仏様に塗る金をもらいに行く。大仏を再建したのは長元上人でありますが、長元上人に大仏再建を頼んだのは源頼朝でありました。頼朝と秀衡は敵同士の間です。だから普通の者が行ったのでは承知をするはずがない。そこで長元上人が西行法師に頼んだ。そこで西行法師は69歳の老苦に夢中って、文治2年7月、奥州へって書かれている。義経が平泉へ逃げていったのが文治3年2月。西行が平泉を立ちましたのが文治3年3月。ですから、ちょうど一月の間、西行と義経は同じ平泉にいたことになる。しかるに西行は、義経のことはただ一言も書いておらず、問題にしておらんのですね。問題にしていない。問題にしないわけですね。西行法師にとっては義経なんて男は吹けば飛ぶような男ですもん。こうして、その69歳の時旅に出かけていきました。年たけてまた小指しと思いきや、命なりけりさよの中山という歌を読んだ。これは有名な歌でありますから皆さんもよくご承知でしょう。西行法師がこの歌を歌ったのが芭蕉の心を非常に強く動かしたっていうことありますよね。風になびく藤の煙の空に消えて、行方も知らぬ我が思いかな。この歌はちょうどその頃富士山が噴火しておりましたので、風になびく藤の煙のと言ったわけです。しかし富士山は
煙を吹いていたとはいえ、もはや噴火する山ではなくなっている。西行も自分の心の奥の方に火を持っている人でありますけれども、その火が噴火することはもはやないわけで、そういう点から言うと西行も富士山も全く同じ。そしてこの69歳の時の西行法師は山で言えば富士山のような人であります。日本全国の歌読みから西行法師といえばですね、最高峰として仰がれていた人ですから、富士山を見ればそれはやっぱり自分のことを考えるでしょう。しかしその自分は風になびく富士の煙の空に消えて、行方も知らぬ我が思いかなと言ってるわけで、行方も知らぬ我が思いかなというのはややですね、今日私が言っておりますような見方で西行を見るとすれば、やや反語的でありまして、我が思い行方を知らぬということをわざわざ言うということは、行方がちゃんと分かっておるということではないですかね。こういうことを言うと私は良くないんですけどね。私は前に本に書きましたときは、西行は情念というものがですね、起こっても消え、起こっては消えして、いささかもそれにとらわれないという人であったと書いてあるんですから、それは確かにそうだと思うんですよ。そうであると同時にですね、あの執念深い西行法師の心の中に最後まで残っていたのは、この人のことではないかなと私は思うわけです。だから行方も知らぬ我が思いかなとわざわざ言うのは、行方がちゃんと知れておるからだと思うんです。ちょっとひねくれておりますかね。でもいいもんですね。そして潜在集に載せられた最後の歌は、寂しさに耐えたる人のまたもあれな、いほりならべん冬の山里。寂しさに耐えたる人、この時代この西行が寂しさに耐えたる人っていう人は、そりゃ体験文言少子でしたね。またもあれなっていうのは、もはやこの世にいない人であるから、もう一度この世に姿をお現しくださって、共に老年になった二人が、いほりならべん冬の山里、雪に閉ざされた冬の山里でいほりを並べて住みたいものよと。もう顔も見なくてもよい、そこにおいでになるだけでよい、そういうものですよね。人間の心っていうものは、最後は顔も見なくてよい、声も聞かんでよい、そこにおいでになるだけでよい、寂しさに耐えたる人よ。これは西行が歌った、体験文言少子に対する最後の挽歌であると言ってもよいですね。まもなく西行は桜の木の下で死んでしまうんですけど、こういうその非常に息の長い情念というものを持った人が西行法師であったとするとですね、あったとするとです、私はいろいろその証明になるような歌を挙げましたけれども、やはりそれは私の主観的意見でありまして、そのことをはっきり言っているのは、たくさんその文芸評論家がおっても、畑光平さんただ一人、ややそれに近い解釈をしている人は野坂昭之さんただ一人、それと私3人しかいないですから、大変心細い証明でありまして、しかしそういう目で西行法師というものを読むとですね、西行法師が私たちのその生活の中に生きてくると思うんですよ。桜の好きな歌人だったそうだとか、月が好きだったそうだというんではね、絶対に我々に結びつかない。そこに西行が、その桜の歌も月の歌もことごとく一人の人に発しておると考えね、そしてもう一つ言えば、明恵上人が13歳の頃、西行法師がたびたび神護寺へやってきまして、明恵上人に我歌を読むわ、月を読み花を読み歌を読む、しかし、それは虚空のごとくなる心の上において、種々の風情を彩るといえども、さらに小石なしと教えた。花を読むとも花を読むことなく、月を譲れども月を譲ることなしと言った。
あの花を読んではいるが花を読んでいるのではないぞとか、月を歌っているが月を歌っているのではないぞって、そして種々の風情を彩っても跡形もないぞと言っておるのはですね、もっと突っ込んで考えればその中に一人の人を思い浮かべて彼は歌を作っていたということになり、その一人の人が昇華して仏様になれば跡形もなくなるので、ね、だから、それもきちんと収まってしまう。最初は確かに、男が女に対する情念から発したんでしょうけども、晩年になるに従ってそれが昇華されていって、昇華ってこう胃袋の中でなくなるんじゃないんですよ、結晶していくわけですね。結晶、結晶作用なんて言ったんですね、スタンダールという人が。愛が結晶作用を起こす、それに匹敵するようなのが僕は西行法師ではないかなと思う。スタンダールがもし西行法師のね、実績を知っておったらね、そしたら彼は面白いその論文を書いたんじゃないかなと思うけども、日本の人は誰も書かないんです。そういう見方いかがですか。極めて独断的でありますからね、だから何とも言えませんよ。西行という人は一人の女の人に情熱を燃やして死んだんじゃげえななんてこうあっさり言わないでくださいね。そうやられたんではもう身も蓋もないんで、それはそうですよ、そうですけれども、そうじゃないんですよ。だからあの種々の風情を彩るといえども、さらに小石なしと西行は言ったんですが、跡形も残らぬというところがいいですね。西行ついに一言もその名を明かさなかったというところがいいですね。あんまり人に気取られんようにしたというのも素晴らしいですね。なんていうか未練がないですね。さすが武士ですね、彼は。この頃の人はね、執念深い人はおりますがね、おるけども至る所で分かるように分かるようにしてあるもん。そして最後はこっちが興ざめしてしまうもん。その分からんところがいいのでね、西行ついに隠し通してね、そして、富士山の煙まで出しよってね、上手に逃げちゃった。だから野坂は逃げ切った。あんなやろうまいこと言いますね。あの人は本当にあんな人ですよね。あの変な眼鏡なんかかけてそれで変なテレビに出たりね、上手でもない歌を歌ったりね、ラグビーなんかあんまり上手でもないのにやって骨折りかけたりして、バカなやつですよね。バカな人だけども、あの面白い人ですね。面白い、やっぱりあの人はね、ある意味でその人間の情念の恐ろしさっていうのはよく分かってる人ですよ。だからその辺の偉い作家よりもあの人の方がはるかに人間はよく分かっておるんじゃないですか。ただちょっとこう暗いですよね。ああ暗くちゃいけないよね、もうちょっと明るくなって。西行の歌は明るいんですもん。だから西行には遠く及ばんですね、あの人。歌はできないしね。だから文を知っておると私は申し上げたんです。これ以上やると私も文を超えますので、もうやめますけどね。しかし西行って面白いでしょ。面白いですね。もう自分のそばに生きてるような感じがする。昔の人って本当はみんな生きてるんですね。ただあのそれを批評するやつが殺してるんですよ。西行でも日蓮でも親鸞でもね、一辺さんでもね、みんなあの後世のやつが殺してしまってる。で自分の器量だけで判断して、ね、言うんだけど、本当はもっと面白い人じゃないですか。もっと面白くなきゃなんで後世までね慕われたりね、名前が残ったりしますか。もうそれはやっぱりその人間のそのなんていうか情念というか執念というかね、それに忠実に生きてね、しかもちゃんと文を知っておりね、超えてはならんとか絶対に超えないし、名前を出していけない人は絶対に出さないし、そして最後はあの仏様の光の中へ、帰っていってるからです、ね、そこが実に潔くて気持ちが良くて忘れられるんですね。たまには最後の歌ぐらい読んでください。桜の木の下で死んだんじゃそうだねなんて気の毒だ。もうそれだけじゃね、最後お気の毒よ。もう